はい、皆さんこんにちは。ゆうカフェのゆかです。今日は久しぶりに施術師の方に行ってきたんですけど、オリーブヤングでまたまたセールをしてたみたいなので、まあいつもしてるけどね。でもじゃん、オリーブヤングの購入品っていうのを今日は紹介していこうと思います。なんかいつも買ってね、次購入品動画撮ろうかなって思うんですけど、その際になんかもう先に使っちゃったりとかして、その後のメイクアップの動画の時に最近買ったんだけどっていう風に紹介するパターンが多かったので、買ったらすぐ動画にするっていう癖を自分の中でねつけたいなと思って、今日はもうリアルタイムに今日買ったものをご紹介したいと思います。それでは、オリーブヤングの購入品の一つ目は、最近ちょっとね気になってるやっぱりウェイクメイクの商品たちなんですけど、じゃん、この、ウェイクメイクリップペイント8番のローズペイントっていう色なんですけど、どういう色かっていうと、パッケージはこういう感じで、私が大好きな名前の通りね、ローズ系のお色なんですけども、色味がローズペイントなので、やっぱりねローズなんだけど、ちょっとやっぱドライローズ的な色合いが含まれてるので、すごい可愛いなと思って、インスタでフォローしてる方がこれでメイクをなさっていて、すごく素敵だったので影響されて私も買っちゃいました。これはね結構これからの季節たくさん使える色だと思います。で、次も実はウェイクメイクなんですけど、じゃん、こちらのアイシャドウなんですけど、実はねこれを買ったらワンプラスワンでこれもついてきたの。だからめちゃめちゃお得だったんですけど、これはウェイクメイクシングルスタイラーのバターワッフルっていうお色ですね。23番のマットのバターワッフルのお色になります。でこれもなんか最近ね、あの目元にちょっと黄色系だったりとか、まあ、オレンジ茶色っぽいベージュだったりとか、なんかそういう色味をつけたいことがすごく多くて、でこういう色を、なんかめちゃめちゃ黄色でもないしブラウンでもない、その中間の色を探していたので、なんかこれがテスターでね塗った時にすごく発色も良かったですし、こうテキスチャーもすごく、塗りやすい、気に入ったテキスチャーだったので今回購入してみました。でこのねおまけでついてきたのはラベンダーシュガーっていうお色ですね。これはサテンっていうマットではなくて、ちょっと若干パールの入ったものになってます。これもねすごい使えそうですね。やっぱり今日買ったあのウェイクメイクのリップペイントと合わせて一緒にメイクしても可愛いかなと思います。では3つ目はじゃん、こちらこの間のメイクにも使って私が注目してるっていうのは、多分動画見てくれてる方だったら分かってると思うんですけれども、この8番の余震ビームっていうのを買ってみました。多分この間まゆちゃんのポーチの中身見た時にまゆちゃんが持ってた色だと思うんだけど、まあ、一番ちょっとデイリー使いしやすいブラウン系のお色になってます。ポップな色合いじゃなくて、ちょっと落ち着いたチークも1個持ってたいなって思ったので、これもセール品で購入してきました。購入品の4つ目はじゃん、こちらなんだっけ、これトリロギー、そうオーガニックローズヒップオイルなんですけど、これめちゃめちゃ気になってて、でいつもあのチェジュから日本にね行く飛行機の中でいつも免税品で買おうか買わないか迷って、結局飛行機の中って買うのめんどくさいから買わずに降りちゃうっていうパターンを何回かここ最近繰り返していて、次どこかお店で店舗で見たらテスターしてみて買おうって思ってた商品なんですけど、まさかこれがねオリーブヤングにあるって私気づいてなくて、しかもこれがセール品で売っていたので、ちょうどいい、試してみようと思って、2万3000ウォンぐらいだったと思います。で購入しました。これやっぱりローズヒップのオイル で香りもねすごく良かったので、今日から試してみようと思います。それではラストね、購入品のラストはこれ結構スンちゃんが気に入っているエッセンスなんですけど、前にねミジャンセンのヘアエッセンスはお気に入り動画とかで出したことがあるんですけど、やっぱりあのこう外れない結構いい感じのオイルなので、これはスタイリングする時に使うオイルになってます。ちょっとこう髪にツヤをより出してくれるようなタイプのエッセンスになってるので、私たち2人ともすごく気に入って使ってるもので、結構かなりリピ買いです。これはこの5点を今日は購入してきました。かなりリアルタイムに
購入してきたものなので、まあどうだろう、投稿この動画が上がった時にはちょっと遅くなってるかもしれないんですけど、でもこういう風に買ったら皆さんに紹介していくようにしますね。商品数が少なくてもその都度動画にするように頑張ります。それでは今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。インスタグラムとツイッターのフォロー、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。それでは次の動画で会いましょう。バイバーイ。